島永翔太かぶす22億矢印これ、どうなん？だと、バウアーが確実に発狂する自分より下の人間が契約もらえて自分は声かからない。今永の方が上やろ。今年の市場的には打倒まあ高騰しすぎや。結局千賀とほぼ一緒なのかな。千賀のおかげで高騰しとるとは何だったのか。今永が千賀と同等の契約結べる時点でだいぶ高騰してるわ。周りがインフレしすぎてて1年平均22億がゴミに見える不思議。ボス組で未だ契約決まってないのは噂はだけかな。噂は有原さんのせいで決まらん。メジャーはほんと金持ちだな。そや佐々木もすぐ行きたいわ。単年22億なん。1500万ドルない加減日本円で書くと高く見えるけどそうでもない。年俸1500万ドルなら千賀と一緒か。今永好きだけど日本レベルでも突出してたわけではないよな。NPB で投げるのがアホらしいな。まあ今永は通用するならラッキーってレベルやろ。菊池になれると思ってるなら考え甘すぎや。まあ妥当やろ。典型的なフライボールピッチャーのジオリトが1800万ドルだから、まあ妥当な金額なんじゃないの。投手の故障者続出で需要高騰の中での適正価格っていう意味で、日本で規定イニング投げるのがやっとのレベルのやつが中4日でやっていけるわけないよね。今のメジャーは中5月本屋で、今永でこれなら宮城が25歳でポスティングしたらいくらの契約になるんや。まあ4年契約か？基本2年 30M でオプションで4年 60M、6年 80M になる契約らしい。当初の予想よりしょぼいな。ドルで見たらまあそんなもんかって額やけど円にするとすごいよな。普通に高くね？今永レベルが。今永って謎に侮られてるような。菊池や千賀よりは明確に上だろ。日本人バブルすごすぎで草。日本だと4から5億くらいよな。千賀は5年契約取れたけど、今永は2年だけか。活躍したらオプションあるけど。今永も代表選ばれるレベルの選手ではあるから中小評価しすぎや。